こんにちは。エステティシャンの映画だ話、今日は、パラメディック、闇の救急救命士という、このネットフリックスオリジナル映画についておしゃべりしていきたいと思います。で、あらすじなんですけれども、救命救急士として夜勤中に不慮の交通事故に遭い、車椅子生活になってしまったアンヘル。それをきっかけに彼の人生も人間関係も、事故以前から不安定だった精神状態も壊れ始めていると。で、その現実を受け入れられないアンヘルは自分を捨てた元恋人バネに異常な執着を抱き、さらに自分を裏切った者たちへの恐ろしい報復計画を立てるが、ということで、このその住人たち輪に出てる、人たちが、で出演している映画ということで、すごい期待してたんですよ。こりゃいいと。その住人たちはめちゃくちゃ面白かった。私からするともう本当にああいう、気味悪い映画といいますかね。悪いやつがのし上がっていくっていうのは結構好きなジャンルなんで、楽しみにしてたんですけど、これがですね、ちょっと気になるところっていうか、なんか、ん？って思うところが多くて、なんかあんまり楽しめなかったというか、ちょっと、なーっていうところがあって、で、まずその救命救急士として、その事故以前から不安定だった精神状態も壊れ始めていくとありましたけど、まあ要はまあもともとおかしいんですよね。なんていうか、事故に遭った現場に駆けつけて、例えばその女の人が持ってたそのサングラスとかを密かにパクって、で、コレクションしてたりとか、あとなんだ、病死かなんかしたおばあちゃんの家に行った時は高そうな金目の、なんかアクセサリーとか盗んで、それ売ったりとか、なんかそういう、金にも汚いし、変な趣味も持ってるっていうところがあって、で、まあそれはいいんですけど、その集めてたサングラスとかって、もう最初に出たっきり出てこないんですよね。で、なんか後から聞いてくるのかなとかって、やっぱりその戦利品というかね、そういうコレクションがなんか聞いてきたらいいじゃないですかとか、また見たいし、そのコレクションの行方とかね。だからそれっきりで、まあ要はそのアンヘルのおかしさを表現するためだけ、まあだけでもいいんですけど、ちょっとなんか、もったいないなと。せっかくコレクションしてるのになっていうところとか、あとは、まあ、事故にあって、まあ、車椅子になって、で、結構一生懸命なんか、リハビリしてるし、結構ハイテクななんかリハビリをしてるんですよ。で、その、リハビリを、やってる理学療法士というか作業療法士というか何かわかんない。その担当している女の人も結構こう気合い入れて、まあ、歩けるようになりましょうみたいな、はいはいみたいな感じの人なんで、あ、これ歩けるようになって復習するのかなと思いきや、ずっと車椅子のままなんですよ。それもなんか、と思って。結構ハイテクの使ってたし、なんか、こんだけしつこい感じの人だったら頑張りそうだけどなって思うんですけど、ずっと車椅子だし、あとその極みつきがですね、彼女への復讐がシンプルに監禁しちゃうんですよね。何それと思って。監禁ってもう立てこもりと一緒じゃないですか。もう終わりじゃないですか、監禁したら。その先ないっていうか、もう、彼女の印象は、彼に対する印象は良くなることはないし、なんかもうどっちか死ぬまで終わんないというか、まあ死なないんですけど、最終的にアンヘルは。でもなんか、まあ警察とかね、近所の人とか訪ねてきて、そのどうすんだろうっていうハラハラはあるっちゃあるんでしょうけど、でもな、残りの時間考えるとな、絶対ここでなんか、捕まるわけないしなとかってなると、
とかね。まあ彼女が脱出する様子は、まあ確かに一つ見どころではあるんですけど、じゃあこのアンヘルのおかしさはメインじゃないんだっていう、その住人たちはだとそのあのね、おっさんのおかしさメインでやってくれてたんで面白かったんですけど、女の彼女が、元彼女が出てきちゃうとちょっとブレるな。こっちとしてはもっとこの男の、なんか奇妙なところというか、もう、やばいところみたいのにちょっと、監禁しちゃったかーっていう感じだし、で、まあ最後その女の人の換気の仕方も確かに気持ち悪いんですよ。なんか麻酔、硬膜外麻酔を打って、なんか一時的な、下半身不随にして自由をなくすとかっていうのは、まあ確かにまあ気持ち悪いんですけど、まあそんな中で、なんとか逃げようとして、車椅子同士っていうか下半身が動かない者同士の戦いをするわけですよ。アンヘルとその元彼女がですね。で、まあそのマンションの上の方に住んでるんですけど、うん、まあその吹き抜けのとこからこう振りほど足で蹴ったりとかして、なんかこうやってるうちに落ちて、で最終的にすごいなんかこう結構車重度の障害が残った状態で生きてるっていう終わり方なんですけど、ねえ。それで、まあそれはまあいいとして、で、彼女は、元彼女は新しい恋人との間に赤ちゃんがいまして、お腹の中に。で、その、まあ、妊娠してる状態で監禁されてるんで、まあ、もう流産しちゃうかもし、しちゃったりするのかなとかっていう、まあ、ね、心配とかもあったりするんですけど、最後は、ちゃんとお腹大きくなってるんですよ。もう臨月みたいな感じで。で、そんな中、結構、車椅子、がっつりも手もちょっと自由がなくなってて、あんまり喋りもできなくなってるような状態のアンヘルに対して、これから私があなたの面倒を見るね、みたいな感じで、車椅子を押して、廊下の中を押していく後ろ姿で終わっていくんですけど、これもなんかちょっと不思議っていうか、まだ、赤ちゃんを流産してしまって、その赤ちゃんのお父さんである恋人も殺されて、それで復讐のために面倒を見るっていうのは意味わかるんですけど、もうちゃんと前育ってるわけですよね。その流産してなくて、まあ出産を控えて、出産の後こそは当然ありますからね。子供に集中しなきゃいけない状態で、果たしてこの気味の悪い男の面倒を見るって言うかなとか、あ、わざわざ会いに行くかな。まあ、一回ちょっとそのね、重度の障害を負った様子を見て、ちょっと気が晴れるじゃないですけど、そういう風な目で見に行くかもしれないですけど、面倒を見るって言うかなとか、結構よくわかんないなっていうところがあったのと、あともう一個そう疑問なのが、その、不慮の事故に遭いっていうのは、その、同僚の人が、その救急車を運転してた同僚の人のミスで、こう、横転しちゃって、救急車が。それによって、下半身不随になったんですけど、その彼女が、付き合い始める彼っていうのは、その人なんですよ。その事故を起こしてしまった元同僚と付き合い出してて、えっていう。アンヘルのこと全然好きじゃなかったじゃんっていうのと、まあそれはそれ好きじゃなかったでいいんですけど、かといってその事故を起こしたそのアンヘルの同僚、元同僚のその運転してた人が、いい人に見えたかっていうと、そうでもなくて、ただすごいお話好きな人しか見えてないんで、逆にどうやってこの二人はそんなに距離が近づいたのかなっていうのは、すごい気になるし、せっかくその、まあ、下半身不随になってから、その別れるまでの間に、その追跡アプリみたいなのも彼女の
携帯、スマホに入れて、まあ、なんかそういう LINE みたいなもの、やり取りとか、位置情報とはチェックしてたんですけど、その描写もあんまりなかったんですよ。せっかくアプリ入れたのに、そこ見たいのに、めちゃくちゃどうやってなんか、何してるんだろうってね、アンヒルの彼女は。それもないし、何なんだろうなっていうことで、すごい残念でしたね。だから、これはあんまりもう、その住人たちはすごいやっぱり面白かったなっていう、感じですね。やっぱ監禁したらダメですね。はい。という感じで、その住人たちは面白いです、やっぱり。はい。なので、ちょっとまだ見てない方いたら、ネットフリックスオリジナルの映画なんですけど、見てほしいなと思います。終わりです。